それでは金木先生お願いします。筋肉先生です。筋トレです。僕フォルテ。おはようございます。マッチョ。よし、みんなやる気あるか。筋肉先生です。おい、授業中サボるな。そうです、今日は学校に潜入しております。学校の生徒さんたちが今日ここに集まって、新人体育実習生として紹介してもらいます、校長先生に。そしてね、まあ僕はみんなの前で筋肉先生ですってやって、皆さんに筋トレを教えた後に突然ピアノを弾き出したら、子供たちはどんな反応するのか、そして音楽の授業も兼ね備えた素晴らしい授業ドッキリを仕掛けていこうと思います。熱血体育先生によって少し滑るかと思いますが、それも含めてリアリティに楽しめてもらえたらなと思います。今回は校長先生のご協力のもと、この体育先生が実現しました。筋肉先生が呼びたいと思います。校長先生、お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、豊洲小学校の校長の貝原です。今日はこの筋肉先生こと僕フォルテさんに豊洲小学校に来てもらって、子どもたちのキャリア教育、 YouTuber としてやりがいや生きがいを語ってもらって、子どもたちが将来どんな職に就きたいか、そういうことを考える機会にしたいと考えています。筋肉先生として頑張りますので、ご教授お願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。というわけでね、子どもたちにクラシック音楽普段聴かないと思うから、筋肉先生として音楽を届けていきますので、早速スタート。はい、生徒たちが入ってきました。明らかにヤバい空気です。めっちゃ見られてる。それでは筋肉先生お願いします。はい、使いますか。はい、ありがとうございます。皆さん、筋肉先生です。今日は皆さんに筋トレの方法を教えにこの学校に来ました。どうぞ筋肉先生と呼んでください。拍手。先生ね、何のスポーツしてるか当ててみて。先生のスポーツを発表します。筋トレです。スクワットっていうトレーニングがあります。これから教えるので、ぜひ実践してみてね。
当ありがとうございました。もうあの子どもたちの、はい、あのキャリア教育の推進にはすごくいいあの機会を与えていただいたと思います。ありがとうございます。特に、ね、はい、特にあの、ホルテさんが言われた、学校の教員にもなりたかった、でもピアニストにもなりたいということで、今できることというのでピアノのことを選んだと。でそのピアノで、生計を立てるために YouTube の道を歩まれていると。で学校の先生はもしそのピアニストになった後でもできるというところがすごく感動しました。今の子どもたちはあのきっと仕事がこれからどんどん変わっていく、そういう時代になると思うので、子どもたちの職業か、子どもたちがどんな仕事に就きたいかというのを考える上でもとてもいい勉強になったと思います。本当にありがとうございました。いやこちらとしてもあの最初ね、まあちょっとね、体育熱血教師でやりすぎたキャラクターをしてちょっとねシーンとなってたからね、ちょっと大丈夫かなと思って、でも演奏したらにっこり皆さんしてくれたんで、本当にね良かったかなと思いますので、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。鉢巻き巻いてたので髪型が爆発してますが、熱血筋肉先生ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、見てくれてありがとね、よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。